しました。扉が閉まります。ご注意ください。皆さんどうもこんにちは、アルティスです。今回は私は今、阪神の甲子園駅に来ております。ここから、向こう側、ゲーム買いたいと思います。で、向こう側に何しに行くかというと、阪神の赤銅車を、撮影してきました。阪神の赤銅車とは、従来、旧校の、旧塗装として、使用されていたんですが、このように、阪神本線でもこのカラーリングで、急行として走っていたのですが、新塗装化されて、なくなっていたんですけどね、今、多分画像が出てると思うんですが、今の車両の色はこのようになっていて、で、赤銅車っていうのはこの向こう側線でのみ、残っていたんですが、それもついに、今年の2月になくなってしまいました。で、それをなくなる前にですね、撮影しに行きました。引退したのがコロナ禍の緊急事態宣言の真っ只中だったんですが、私はそれよりもだいぶ早めに、行って、コロナがひどくなる前に、撮影してきました。日付は多分今出てると思います。亡くなるということでね、沿線にも何人か撮影者がいましたが、ということで、見てもらいたいと思います。本当はね、映像化するかどうか迷ったんですよ。コロナもありましたし、タイミングがなくなってしまったんですが、せっかく撮ってますしね、皆さんにも見てもらおうということで、動画化しました。こちら向こう側団地前の駅に着いた時の映像ですね。私、向こう側駅から片道、向こう側団地へ向かう時は一切カメラを回さず、自分がちょっと、ゆっくり乗車したかったので、カメラを回さずここまで来ました。その代わりですね、オーには皆さんと一緒に映像を楽しめるように撮影してきましたので、よろしくお願いします。まず駅の方に降りてみたんですよね。駅から道からね、普通に駅とか、車両が眺められるので、何かいい撮影スポットのようなとこないかなと思っていろいろ探してたんですが、まさしくこれがそのまんま結構絵になるいい風景なんじゃないかなと思って撮影してました。その写真もね、後で見てもらおうと思います。私はまだこの車両が引退してから、実は向こう側線にまだ行ってなくて、ちょっとまだこの車両がいないっていうのはちょっと信じられない状況なんですが、現在は新車がね、入っております。今画像に出てる阪神タイガースにちなんだ、車両になっているということで、4編成すべて置き換えられました。もともとこの赤銅車は、2両4編成が残ってたんですが、すべて、置き換えられてしまいました。で、この車両はですね、特に何系というのがなくて、それぞれ車両の、振られた番号の型式で呼ばれてたそうです。ちょうど人が空いて、あまり乗ってなかったので、全面探訪風に撮影してきました。途中の駅、鳴尾駅だったかなで、降りて、沿線からも、この列車を撮影してきましたので、皆さんどうぞそちらの方もご覧ください。まあ、なんというか、運転台がね、やっぱりちょっと昭和な感じがしますよね。すごいアナログ感がもう漂ってくるっていう。この電車は向こう側行きです。まもなく発車します。まもなく出発です。この車両1枚見開きの扉となっておりまして、現在では都市部では見ることはあまりなくなりましたね。南海高野線の6000系とかは、一部まだ残っておりますが、ということで出発です。では、私はあんまり喋らずにね、音声聞いてもらおうと思います。ということで東成尾で下車しました。ここでね沿線で少し撮影してきましたので、よかったらご覧ください。おそらくね放送とかも更新されていて、あの放送もう聞けないんじゃないかなと思います。いや、いいですね、この重厚感というかね、この重さのどっしりとしたこの音が、鋼鉄製の車体に、ありがちな音なんですけどね。で、先ほど車内放送がもう聞けないとは言いましたけども、向こう側団地前にある、自動販売機、この車両を模した自動販売機で、飲み物を買うと、放送が流れるっていう自動販売機をね、あるというのを動画で見ましたので、もしよかったらね、僕もちょっとそれを、新車の映像を撮りに行くがてら見てみたいですね。はい、ということで向こう側駅に戻ってまいりました。映像はね、これぐらいなんですけども、本当にまだ亡くなったのは信じられない、そんな感じですが、昭和の雰囲気漂う、古き良き車両がまた、今年にね、亡くなってしまったのはすごく寂しいのと同時に、新しい車両が入って、その車両の活躍を見るのがすごく楽しみな、気持ちと半々ぐらいなんですけどね、また向こう側線に行ってみたいと思います。扉が閉まります。ご注意ください。にしても古い車両なんですけど、本当に加速は速いですね。やっぱさすが阪神だな、そこは。はい、ということで、以上になります。この後はね、ちょっと私が撮った写真をだらーっと流して、この動画は終わりたいと思います。どうも最後までご視聴ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。以上、RDSでした。